行くぞ。やあ、もう、え、どういうことだ。結構重いな。家まで袋が持てばいいんだけど。お兄さん、久しぶり。いつの間になんか面白いことないかなってお散歩してたら、お兄さん見つけたからご挨拶ってね。またからかいに来たのか。お顔当たってくれ。へえ、ひどい。こんなに可愛いフェリーが話しかけてあげたのに。悪いが、今日は忙しいんだ。お前と遊んでる暇はない。ふーん、確かにそうだね。たくさんもらったチョコ食べるのは忙しそう。何のことを言ってるんだ。俺には全然わからないな。隠そうとしたって無駄無駄。だってめちゃくちゃドキドキしてるじゃない。それはだな。フェリー、お兄さんが袋をチラチラ覗き込んでニヤニヤ歩いてるのもずーっと見てたんだから。1年に一度の大イベントなんだ。仕方ないだろう。あら、開き直った。そうだ、男にとっては大事なことなんだ。怒らないでよ。フェリーは気になるんだけど、チョコ誰からもらったの。別に赤裸々に話すことでもないだろう。お兄さんとフェリーの仲じゃない。気になるよ、教えてよ。お前と仲良くなった覚えもないぞ。まったく頑固だな。そうだ、フェリーとアテッコしよっか。アテッコだと。うん、フェリーがチョコくれた子の候補をあげてくから、当たったら正解って答えてね。そんなくだらない遊びに誰が付き合うかよ。お兄さん優しいから付き合ってくれるって信じてるよ。まずはね、貧乳で日焼けした子。ぐ。じゃあ次は緑髪の元気な子でしょう。全部正解じゃん。態度でバレバレなんだから。つまんない、つまんないよ。もう満足したか。じゃあ今度こそ帰るからな。まだまだ全然だよ。で、誰のチョコが一番嬉しかったの？
そんなのかな。ねえ、じゃあフェリのチョコだったらどう？え？フェリね、今日はお兄さんにチョコを渡しに来たの。何ドキドキしてるんだ。相手はフェリシアだぞ。とりあえず距離が近いって離れてくれないか。フェリのチョコが一番って言わせちゃうから。うん、もう一つもらうぞ。まだたくさんあるよ。ちょっと待てって。自分で食えるから。やだ、フェリが食べさせてあげるの。材料集めから結構大変だったんだから。ねえ、フェリにあーんしてもらえて嬉しい？はいはい、嬉しい嬉しい。フェリー頑張ったのに。そうだな。嬉しいよ。ありがとう、お兄さん。むしろ礼を言うのは俺だろ。残りは家でゆっくりいただくよ。ありがとな。さてと、目的果たしたし、そろそろ帰るよ。また遊びに来るからね。あんまり目立つなよ。心配してくれるんだ。嬉しい。別にそういうわけじゃ。でも向こうから誰かが走ってきてるよ。え？あれ？いない。まったく、振り回してくれるよな。
いや、何もないぞ。